ディオデオジャパン2021年1月第4週 K-POP ニュースベスト7。第7位、ウエスト細すぎるアイズワンウォニョンの GIF 画像が話題に。ガールズグループアイズワンのリアリティ番組アイズワンアーケード2に登場したメンバーチャンウォニョンの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。腰に手を当てるウォニョンの画像を見たネチズンは、ウエスト細すぎる、手が大きい、非現実的な体型などの反応を見せた。第6位、ウエスト細すぎる、イッチユナの GIF 画像が話題に。ガールズグループイッチの活動ビハインド映像に登場したメンバーユナの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。楽屋でダンスを踊るユナの画像を見たネチズンは、ウエスト細すぎる、衣装がすごい、スタイル良すぎるなどの反応を見せた。第5位、 TWICE モモ&ナヨンの薄化粧姿が話題に。ネイバーのスターリアルライブアプリケーション V に登場したガールズグループ TWICE のメンバーモモ&ナヨンの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。二人の薄化粧姿を見たネチズンは、ほぼすっぴんじゃない、二人とも可愛い、ナヨン前髪作ったねなどの反応を見せた。第4位、ドローンが怖い、エスパの日本人メンバージゼルの GIF 画像が話題に。ガールズグループエスパの活動ビハインド映像に登場したメンバージゼルの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ドローンを怖がるジゼルの画像を見たネチズンは、ぶつかったらやばいからね、生きてるみたい、ジゼルかわいいなどの反応を見せた。第3位、カリナを驚かすエスパの日本人メンバージゼルの GIF 画像が話題に。ガールズグループエスパの活動ビハインド映像に登場したメンバージゼルの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。カリナを驚かすジゼルの画像を見たネチズンは、お尻攻撃、遊び方が小学生、二人とも可愛いなどの反応を見せた。第2位、髪を染めるのが悲しかったアイズワン瞳の動画が話題に。ガールズグループアイズワンの活動ビハインド映像に登場したメンバー本田瞳が美容室で撮った動画を公開、ネチズンの注目を集めている。動画を見たネチズンは、髪を暗くするのが悲しかったんだ、泣きそうになってる、瞳はどの髪色でも可愛いよなどの反応を見せた。第1位、ドラマ撮影中の NCT ジェヒョンの目撃画像が話題に。 K
KBS2 ドラマ TIM の主演を務めるアイドルグループ NCT のメンバージェヒョンの目撃画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。画像を見たネチズンは、近いよ、パクヘスちゃんが羨ましい、2月末まで待ってられない、などの反応を見せた。